天満屋バスステーション。天満屋バスステーションは、岡山県岡山市北区中山下2丁目にあるバスターミナルである。連絡通路から岡山中心部、表町の天満屋岡山県の西隣にあり、本屋に接する17の乗降場を持ち、市内、郊外路線が発着する。主に発着するのは、岡山電気軌道、両村内ホールディングス、中鉄バスの3社で、当ステーションを中心として、市街地近郊から半径 30km 圏の範囲にかけて路線が伸びており、岡山駅と並ぶ岡山中心部の交通拠点となっている。北側で県庁通りに接しており、城下筋、柳川筋から約200メートルの場所に位置し、南側の阿倉通りからは約100メートル程度である。岡電市内電車の県庁通り停留場、郵便局前停留場と、宇野自動車の表町バスセンターが近接している。地上部を渡るための横断歩道は存在せず、ステーションの各乗降場に降りた乗客はのいずれかのルートを取らないと、周辺の施設、店舗にはたどり着くことができないようになっている。要は、どのルートでも地下ないしは2階に昇降して、店舗街を抜けなければ、バスステーションから出られないということである。現在のバスステーションは、バスステーション敷地に天満屋岡山天津本館が建設されるのに伴い、バスステーション西側の旧天満屋西別館跡地に1968年に移転新築されたものである。新築の際に2階に商業スペースが設けられ、長年天満屋の別館的存在として営業している。数度の改装を経て、現在は Be Wing となっている。1949年12月に、当時の天満屋本館北側の公会堂通り沿いの敷地に完成し、使用を開始した。日本初のデパートバスターミナルで、京阪神急行電鉄梅田駅をモデルとして、当時の天満屋社長であった、伊原木五郎の鶴の一声で完成したものである。この成功後、鹿児島、山形屋や、広島そごうにバスターミナルが併設され、鉄道駅にないデパートバスターミナルの講師となった。乗り場ごとに設けられている案内所宇野自動車は、このバスステーションが完成する以前により、近くに本社を併設する表町バスセンターを構えていることから乗り入れていない。めぐりんを運行する八明運輸も乗り入れていない。中鉄バスは、以前は岡山市北区中山下2丁目に本社併設のバスターミナルを構えていたことから、乗り入れていなかった。しかし、2003年7月1日に国立病院線に限り発着を天満屋バスステーションに変更。その後、他の路線も順次、天満屋バスステーション発着に変更。2006年5月7日をもって、中鉄バスセンターは廃止され、跡地は経営難による財務整理のため売却。現在はフローレンス中、山下グランドアークとなっている。伊笠鉄道は、以前は乗り入れていたが、川崎医大天満屋バスステーション間が廃止され、使用休止となった。ありがとうございます。